ルリボシヤンマはヤンマ科のトンボの一種。ユーラシア大陸と北、アメリカに分布する。日本では北海道、本州、四国に分布し、西南日本では局地的に分布する。寒冷な気候を好み、高氷高地の池や湿地に多く生息し、温暖な平地では少なくなる。氷期の後に高地に取り残されて分布していると考えられている。大型のヤンマで、 成虫は体長75から85ミリメートルほど。近縁のオールリボシアンマは本種よりやや大型であり、本種の方がやや細身で、地色の茶色味が強く、胸部の模様と腹部反紋の形状が若干異なる。成虫は7月中旬頃から浮かし、10月下旬頃まで見られる。浮かまもない個体は体全体が肺褐色であるが、成熟すると伏眼は、 青緑色に胸部の模様と腹部斑紋は黄色に変化し、オスでは斑紋の一部が水色になる。斑紋の色彩には地理的変異があり、歓迎地ではオールリボシアンマのように斑紋の大半が水色や緑色になる個体も現れる。中高生であり、黄昏飛翔をすることはあまりない。産卵は湿地や小規模な浅い地翔でメスが単独で行う。 植物組織内または湿度への産卵である。幼虫は成長が遅く、成虫になるまでにから4年を要する。日本の各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。環境省としてのレッドリストの指定はない。ありがとうございます。